クリスティアン・クラッツェンシュタインクリスティアン・オットリープクラッツェンシュタインはドイツの自然科学者である。クリスティアン・オットリープ・クラッツェンシュタインは高校教師トーマス・アンドレイアス・クラッツェンシュタインの次男としてハルツのベルニゲローデで生まれた。父が勤める高等学校を卒業。まだ若い頃ブロッケに山に登ったりかつてハインリ・ヒエルンストツー・シュトルベルク伯爵が行った 起電機の実験を再試したりした。自然科学の研究を始めたのは1742年、晴れ大学でのことである。1746年に修士号を取得し、後に博士となった。私、講師として大学で医学と博物学を教える。1748年、ロシア科学アカデミーに招かれ、サンクトペテルブルクへ。 数学と力学の教授として働く。1753年、コッペンハーゲン大学で実験物理学の教授の席を与えられ、以後33年間そこに勤めた。クラッツェンシュタインは晩年をそのままデンマークで過ごした。1795年のコッペンハーゲン大火で彼は多くの機材と趣向を失った。その1ヶ月後に、クラッツェンシュタインは、 フレデリクスベアで死亡し、聖ペトロ協会に埋葬された。彼は、悲惨の一部を大学の講座に寄付していた。クラッツェンシュタインは、飛行船の可能性に早くから注目していた。彼は、天文学、航海術、航空学、気象学、錬金術にも興味を持っていた。しかし、彼が、真に、専門分野としたことは、人体に対する電気の影響であった。 この分野において彼は多くの発見を成し遂げた。例えばクラッツェンシュタイン商法にその名が残されている。彼は電気を用いた物理療法の創案者の一人であり、1745年には世界で初となる電気治療の書籍を発行した。また気電機の設計に関しても先駆的であった。さらに彼は1780年5つの母音を 発生させる装置を作り出した。おそらく中国の水槽オルガン、ショーはクラッツェンシュタインの装置に影響を受けて生み出されたものである。少なくともこの装置に見られる特殊なリードの発明はクラッツェンシュタインに返せられる。クラッツェンシュタインのリードは複雑な共振機構を有していた。これは人間の発生器官を模したものではなく彼が独自に考え出したものであった。 後年、イギリスの技術者、ロバート・ウィリスは、自らの論文中で、クラッツェンシュタインの共振機構は、全くもって不要であり、長さの違う円筒を組み合わせれば、同様の効果が得られると述べている。クラッツェンシュタインに数年遅れて、ボルフガング・フォン・ケンペレンは、シュプレチェンダ・マシナを完成させた。これは、単語や短い文を発生できるものであった。ABCDE クラッツェンスタイン、クリスチャン・ゴットリーブ、エレクトリジャーマス・カナニム18、ウント19、ヤーフンダーット、エイン・クライノス・レキシーコン、松沢ただし、物理療法学、金原出版、2008年、P5、ISBN978 から4から307750202。ありがとうございます。